アップルウォッチウルトラ2でございます。スマートフォンと同レベルのストレージが入ってきてる。フルマラソンも全然耐えきれるバッテリーっていうの。皆さんこんにちは、ラントリップガジェヨコとテッシーです。今日のご紹介する商品はこちら、アップルウォッチウルトラ2でございます。今年の9月22日に発売されて約1ヶ月ぐらい使用した感じをランナー目線でレビューでさせていただければと思っております。お値段は12万8800円ということで、シリーズ1よりも4000円高くなりましたが、日頃も使える万能もの、ぜひちょっと今回の動画を見て皆さん欲しくなってほしいなと思っております。まずウルトラの1と2の違いでございますが、見た目ほぼ一緒です。まあ画面が若干その照度が上がったっていうのは、数値上は上がってるっていうことをお聞きしていますし、今までが十分明るくて、あと画面もすごい大きかったので、1をお持ちの方は正直そこら辺は、変化に気づけないかもしれませんというところでございます。でじゃあ何が変わったのというところですが、プロセッサー、チップ、あとは容量、ストレージが、進化しています。で特に容量が 32GB のストレージだったのが 64GB、 スマートフォンと同レベルの、ストレージが入ってきてるっていうところはすごいところかなというふうに思います。写真だったりだとか音楽だったりだとか、この腕時計に一つに収まるっていうところはすごい魅力ですよね。で、なんでこの1ヶ月経ってからレビューをしたのかっていうと、実は10月のこの前、先日ですね、 OS のアップデートが行われまして、ダブルタップでの機能が、追加されました。 Apple Watch のシリーズ9とウルトラ2、この2種類しか使えない機能でございまして、指をパンパンとしていただければいろいろな機能がタップで使えるようになるというような機能でございます。実は先日行われました横浜マラソンでも、私出場させていただいたんですけれども、こちらの方で計測させていただいたので、ちょっとその結果を踏まえながら、GPS の精度ですとかバッテリー能力を、見ていただければなと思っております。まずは GPS 42.195km だったんですけれども、ほぼほぼそれのスタートゴールでストップはできているはずというところで、結果はこちら 42.3km という形で 100m の誤差という感じでした。個人的にはすごい精度が高いなと感じました。皆さんどうですかね、フルマラソンを走った時、ウェアラブルウォッチで何メートルぐらいの誤差が出るのかなと。もちろん私の走行の経路のによってはもっと短くなったり長くなったりする可能性はあるので、ちょっと距離も変わってくると思うので、 100m の誤差っていうのはかなりいい GPS 精度だなという形で感じました。あとはバッテリーでございますね。スタート時だいたい 98 か 9% ぐらいからスタートし始めて、ゴールした時、今回のゴールタイムは2時間50分だったんですけれども、75% 程度でゴールができましたので、使用バッテリーは4分の1ぐらいだったかなといったところで、やっぱりアップルウォッチってバッテリー短いよね、1日持たないよねって言ってた、フルマラソンも持つか微妙だよねって、昔のモデルとか、使用されてて思ってる方も、もうここまで進化しています。決して他社さんと比べて長いとは言えないんですけれども、この画面の明るさ、綺麗さで、なおかつフルマラソンも全然耐えきれるバッテリーっていうのはとっても魅力かなと思います。前回の動画でもご紹介はさせていただいたんですけれども、1と2はほぼ変わってないので、正直、難点で言うと、女性がつけると若干ごつく見えてしまうっていうのは弱点かなっていうところと、あと CT4 だったらちょっと重いかな。だいたい 65g ぐらいの重さなので、今のランニングウォッチって多分 3,40g なので、多分 10g、20g ぐらい重いといった感じなんですけど、けどその分ね、この今 iPhone15 でも使われるようなチタニウムが使われている時計ですので、剛性感とかですね、丈夫さはピカイチだと思っております。でもう1は終売しているので、購入を検討されている方はぜひ2の方の購入検討をしてみたらいかがでしょうか。私はもう毎日寝る時もお風呂入る時も基本的にはつけて生活しておりますというところでございます。ではこの動画面白いと思っていただいた方には高評価、グッドボタン、コメントの方もお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。